シゲハルチャンネル、僕らの答え。皆さんこんにちは。皆さんこんにちは。どうぞ。令和六年十一月二十七日水曜日に収録を行っています。今回のテーマは習近平主席の国賓来日復活阻止というテーマでお伝えしていきます。はい。これ具体的に言うとお外交部会なんですね。はい。十一、えー、月二十二日の金曜日に外交部会が開かれまして。 それでまあ、税制改正もあるんですけど、あの外務省はもう税制と関係あるんですよ、で例の APECG20、ね、そこは、まあ、岩谷外務大臣のウクライナ訪問とこ,こにたくさんテーマがあって、ですねあの私は例えば、その総理が、石破総理がペルーにも行かれたでしょ、大体、はいね、ペルー会場の一つだから、そこで藤森大統領の墓参りに行かれたじゃないですか。はい、それで これあの事件の時に私は特派員でいたからいまだにこうコンタクトを取ってます作った人脈はずっと育てるんでそうするとねすすごいい反反発発も来たんですよはアルベルト・アルベルト・フジモーリーって言うんですけどあの現地のスペイン語の言い方だとアルベルト・アルベルトって本当に二度続けるんですけどプレジデンテ・アルベルト・アルベルト・フジモーリーさんは。 要はあの,あの事件は乗り切ったけどもその後逆に事件で自信をつけたためにの独裁傾向が強まっってて、うん、獄されて亡くなったわけですよね、はい、それでその,その人を同じ、まあ、日本人日系人っていうだけでそうやって母さんするのかというのも来たので、うん、僕なりにあの懸命に反論したんですけど。あの 外務省はそれちゃんと分かってるのかなってこととだからもう一つこれあの外交部会の別の話だからこれ以上言いませんけどちょっとだけ余談っぽいこと言うとね当時行ってた時にねあの道歩いてるとねあのミネラルつまりミネラルウォーターっていうけどミネラルって本当は鉱物ってことですから好きなものじゃなくてあの金辺に広島の広のね鉱物が入った石がゴロゴロン転がってるわけよ。うん つまり鉱山じゃないよ普通の道にだよ、はい、でその鉱物を当時のペルーどうしてたかというとねおばちゃんが道端でそれ集めてちょっと変わった石を見上げて売ってるわけ。うん、それで僕はその鉱物手に取ってこの僕の怪しいスペイン語でね覚えたてのスペイン語でいやこの中にその鉱物が入っててこれはものすごい価値があるんだって言ったらおばちゃんが「え!」って言って、うん、じゃあこれね もっと高く買ってってい,かいやそういう問題じゃなくて値上,上げされちゃいますこれは国民から見ては政府をそうやって動かすみたいなことを一生懸命こう話したことを覚えてて、はい、その後ペルーはですねその鉱物を実際生かすようになって、はい、で銅ねであのー、これからその電力を使うものが増えるでしょ、うん、そこに銅は絶対必要なんですよ、はい、だからすごくこのお銅が大事なんだけれどもおそのその うん、輸出の仕方っていうかその作り方について日本はもっと協力すべきだって話もしたんですよ。はい、というのはあのこの南米大陸でこの銅がたくさん取れるのはこのペルーとチリなんですけど、うん、チリは生産しすぎて値段下がったりして困ってるわけ、うん、でほっといたらそうなるから日本はもっと関与すべきだって話をした、うん、なぜこの話をしたかというとこういう話をするとですねやっぱ外務省はこっちの話聞くんですよ。 でこうなって主観が経産省だからやっぱり外務省は弱いので、うん、一生懸命勉強してるけど弱いのでこうなしてし近平とああもう適当に例えばその右かかって言ってるわけじゃないんだと、うん、全部よく分かった上でやっぱ、うん、青山さん聞いてんだよね明らかに顔色が変わるんで、うん、あの能面のような顔の外務官僚もやっぱりよく見てると目の表情が変わる。うん その上で僕は言ったのはです、ね、日中首脳会談ね、はい、これ、えー、こういう国際会議の機会に日中首脳会談をやったわけですよ、はいえー、APEC ではもちろん、もちろんというか、APEC は習近平国家主席というか、中国の野望が強いので、こう遠くとも習近平国家主席が実際いらっしゃったわけですで日中首脳会談もやったんですが、こうさっきですね、三浦首相とこの部会で配られた資料を点検してたら、 これ皆さんね、これまず一枚目ですね。日中首脳会談の説明資料のこれ,これですよ。ね、はい、もう豆粒になってるわけ。で次ないね写真が。それで他の首脳はですね、ただ日韓もこうだし。だからもうこうやってですね、こう全部首脳同士の写真があるんですよ必ず、はい、日中だけないんですよ。取ってましたよね。こう明らかに外してるよね。あの両手握手のやつですね。 それが大問題になったので、うん、どうも外務省の判断であの,あ,のあの写真を外すということになっちゃったみたいで <laughs> <え>まあそれが象徴してるんだけど僕はそのことを聞いたんじゃなくてそのことはもう散々オールドメディアでも話題になってるから私が聞いたのはあの日中首脳会談で本当は今棚上げになってる習近平国家主席の国賓来日を復活させるって話が,したという話があったという。 実は噂じゃなくて情報があるんですよそれでこの外交部会で改めてこの参加者はとても議員少なかったけど議員の理解のためにももう一度申し上げたのがもともと G20 を大阪でやった時に安倍総理がその時おいでになってた習近平国家主席に直接国賓で来日してくださいと。 お願いいをさされれて習近平国家主席がわ、まあ、わば解諾されたわけだかで,すよで,、えー、でそれがあってから僕は強硬に反対をしてで当時外交部会の副部会長で今例えば経済産業部会の部会長代理ですけどみんなからすると副,副,、えー、副部会長っていうのは偉いんだと思われるかもしれないけどこれ,これ全く偉くないっていうか全然何の発言権もないんですよ。 部会長がいて部会長代理がいて副部会長がいて副部会長はもう何ていうか役員に入ってんのかなみたいな感じなんで何人もいますしねはいでその時にでも中山さんっていう外交部会長と連携もして部会初めての史上初めての反対決議ってやったんですよ、はい、で二階幹事長が大変お怒りになって二階派の人たちが普段外交部会に来ない人がどっと来たりしたんだけど最後はあの主語を 自由民主党じゃなくて、外交部会、自由民主党外交部会は反対するという決議にして、うん、それは全然 OK で、なんと中国の報道官の会見で、あの反対決議、けしからんと、はいね、それは中国は重視したってことになっちゃうから、うん、中国にとって逆効果だったんですが、これは棚上げになってるわけですよで、なんで中止じゃなくて棚上げかというと、安倍総理が習近平国家主席に直接お願いして、決まったものをやめにはできません。 安倍総理ででなくてもできませんこれはあの外交儀礼からして棚上げにするだけなんですということは逆に言うと岸田総理もこう下ろそうとしたし石破さんは名打手の親中派でもあるからこう下ろそうとすると、うんでえー、今あ、外務省やあるいは住民の中の親中派の人々にとっては大チャンス到来なんですよ。というのはトランプさんが中国にバイデンさんにさらに厳しいから。 関税もどんどんかけると言ってるから中国は前の動画であった通りもりにじり寄ってきててでこの時にこそ国賓来日も実現して、ね、こ部会でも言いましたが国賓ってことは実務来日と違って G20 で大阪に来られた習近平国家主席と違って国賓で来られると必ず私たちの陛下にお会いになりますお会いになる時に,るに僕たちが反対した理由はチベット ウイグル南モンゴルの普通の人々を苦しめ抜いて虐殺も起きているというのは習近平国家主席自らの支持によるものというのが国際社会の常識ですからその方の手と天皇陛下の手で握悪化されるかどうかは別にして破裂していただくわけにいかないということを言ったんですがその状況何も変わってないのでもしも今回日中首脳会談でそれを言っていたとしたら私たちは強硬に反対をしてそれを阻むのでということを言ったんです。 それと外務省の答えぶりがです、ね、これ、正確にあの、僕のメモした正確に言いますとね、ウイグルやチベットなどについて、人権の状況に懸念があるということを、石破総理から習近平主席にきちんと申しましたと。 対話の中身というものは。青山さんが今確認したいとおっしゃったけれども。そういうやり取りは。外交上。明らかにされないものなので。ご理解をお願いしますという答えなんですね。うん、これはどう取ったらいいんでしょうか。うん、話はあったんですね。うん。はい。あったと思われます。うん、で。中国の反応ぶりは。 うん、私が得た情報ではですよ普通はこの場合推測が混じっていると言うべきなんだけども、うんまあ、あ,のあえて情報と申しますわ中国側は「はいそうですか棚下ろししてくれるんですか!」ではなくて、まあ、当たり前だけど日本側でちゃんと環境を整えてくれとこういうのとか、はい、で準備しての外交部会が。 反対決議したことは何も変わってないのでじゃあそれを取り消すようなことも含めて何かしてくれないとな簡単に「そうですかじゃあ喜んでいきます」よわけにならないですよということをはっきり言ったかどうかは別にして別にしてって本当にそこまでは断定できませんけれどもそういう日々のやり取りがあったことは事実だろうと。だからさっっき言った例えば ペルーの銅、それからチリの銅、こういう状況で、かつてペルーはこうで、南米はこういう今、経済の変化が起きてて、でもほっとくと、それが銅の,のマーケットが荒れて、日本も困るから、うんぬんかんぬんってことを言っとくと、さっき言った通り、こういうことになるんですよこれ。あれ言ってなかったらあの、機微なやり取りは言えませんで終わりなーんです、うん 顔が陥しく煙っていうのは要は火のないところに煙は立たないので、うん、日中首脳会談はあの習近平主席が右手をお出しになったのを両手で包んでしまったと、うん、外交プロトコルを外した振る舞いがあったということとは別途火のないところ じゃなくて火があって煙が立ってそれを違う言葉で言ったら一部の情報と一部のですよ情報ということになるこれあの日本から行く訪中する人のビザ免除の再開っていうのがもうすぐ始まりますけどそれはそれに対してのご褒美みたいな感じなんでしょうか うん、というかその前の動画「にじり寄ってきてますね」って言った通りそり中国にとってまあ実害がないというよりは実利があるもの、うん、まあ中国経済はものすごく悪いんで、はい、その一つは外資が逃げてるってこともあるのね、はい、観光客だけじゃなくて、うん、それでその日本は比較的まあその中国に気を使ってしまって逃げてない方なんだけどとにかく中国は自前の産業資本がないので産業資本っていう意味では 日米をはじめとした外国から入れるしかないで前はドイツにすごく依存してたけどドイツ経済がものすごく悪くなってるんで日本からの投資が欲しい資本が欲しいわけ、はい、資本流にしてほしいわけ、はい、でそのためにはまあ短期ビザも含めて緩めようということで、うん、これあの中国はこれ中国のいわばしたたかな点だと思うんですよ。うん、あの爆ってあったりしてないに一つ,一つこう 丁寧に中国の実につながるように日本の国益ははっきりと無視してやっているのでそれに対抗していかないといけないです、うん、はい、はいありがとうございましたでは今回のテーマは以上にしまして、はい、半ン・カにいただいた感想をご紹介します。はい 今回の反改装は事前予約で手元には早めに届いておりましたがあえて12日の総裁選出馬受付終了まで開くことはしませんでした<ー>議員の生ライブを見てから一気に読み進めました、はい、15のツボ最終の一節、うん、私たち日本人は失敗が嫌いですしかし成功からはもうほとんど得るものがない、うん、逆に失敗には宝物がいっぱい詰まってます、うん この一節に少しばかり落ちていた気持ちが奮い立ちましたはいそうですよねこれからですよね昨日総裁選挙、えー、投票用紙が届きました次回は青山重春議員と必ず書きますこれからも魂から応援しますどうぞお体にはご自愛くださいませという感想いただきました、はい、ありがとうございますではビシビシと今厳しくも温かく激励していただきましたありがとうございます はい、はいえー。続いて独立講演会のご案内です、はいえー、2025年1月25日東京にて開催されますこちらの申し込みは12月25日からスタートですぜひお越しください今年最初の独立講演会はどうやって希望を見つけるかというお話どうやって失敗から具体的に新しい光を見つけるかという話をみんなと一緒に考えたいと思います、えー、自由民主党の党員になっていただくならば それは非常に役に立ちますもしも4年連続こうやってしがらみのない党員が一位になればやっぱり住民と変わらなきゃいけないってことが結局は党員と主権者に支えられている国民政党であるのが住民主党の取り柄ですからその意味で皆さんお一お一人の気持ちは非常に苦しいと思いますけれど僕も苦しいですけれどもできれば三浦愛称は僕と一緒にやりましょうそのためにお考えください党員になるっていう お考えをいただければ三浦社長と川村社長は対応しますはい動画の下の説明部分概要欄の URL から入党のお申し込みをお待ちしておりますそして最後にチャンネル登録シリーズですはいこれはですねこのこれがこう後ろがぐちゃっと潰れていてですねはいそれで要は救急隊が来たわけですはい富士スピードウェイの、うん、2>, 2人あのペアではいでね 当然あの僕はここにこの閉じ込められていると <laughs> はいで見たらいないと、はいね、で本当にこうやって <laughs> 要するに強固な普通のシートベルトと違って四点式の,あのちゃんと認定が下りたこの強固な視点ですがそれでもちぎれるわけうん、うん、でちぎれてどっかに吹っ飛ばされてそこで死ぬかなんかしてると思って。うん こう遠を探してて、それで、僕はもう本当にこうなってたのを <laughs> <は>。を <laughs> いや、無事でよかったですね、ということになったわけであります。皆さん、申し訳ございません <laughs>、はい。はい、今回は、そのお二人でしょうか。うちの、まず、お一人ですね <laughs> <一>、はい。他お顔二人とも、よく覚えてるんですけど。<laughs> はい。はい、あの、ね、救急隊の方、あの、僕はメットの中だから、顔、分かんないと思いますけど。 本当にありがとうございました。はい、はい、皆さんもチャンネル登録をお願いいたします。はい、今回もご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。